say ho, you say pass. Ho, pass, ho, pass, ho, pass, ho, pass. We are ho pass. ホッパスチャンネル。こちら白浜にございますホッパスチャンネル。動画の撮影、録音に関しては、なんちゃらをライブフルコースター。なんて読むかちょっとわからないですよ。激アンライブコースター。世界初の音ゲーコースターらしくて、音楽聴きながらジェットコースターを楽しめるっていう、もうなんだろう、私的にはすごい楽しすぎる、そんな素晴らしいジェットコースターなので、ちょっとね、今ちょっとコラボとかもやってる感じなので、普段とは違う感じだと思うんですけど、楽しんでいきたいと思います。行ってきます。最初は音ゲーから始まるんですよ。で、そこからすごい、なんだろう、その音ゲーに集中して、うおーってなったら、なんかお疲れ様みたいな感じになって、で、行くよみたいな感じになったら、もうそこからもうすっごいジェットコースターで、もうなんかほんまに普通のジェットコースターって普通にこうかこうとかじゃないですか、じゃなくて回転するんですよ。もうくる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 、もう本当に怖かったんですけど、でもなんかその絶叫を楽しみながら、なんかその今コラボで ABCD っていうジャニーズがいるんですけど、そのコラボでなんかそのライブ映像とかそういうのを見ながらジェットコースターを楽しめるっていうね、そういうやつだったんですよ。もう本当楽しかったです。で、その音ゲーの順位が最後に発表されるんですよ。まあ私一応ホッパスって音楽活動もやってるから、まあまあこれは1位かなって思ったんですけどまさかの3位でした。4位中3位です。もうほんまにちょっとだから反省してるんで、今もうちょっとまた挽回しに行きたいなみたいな感じで思ってます楽しかったです。はいですね、ジョイポリスにはなんと食べれるコーナーもあります。びっくりした、ほんまに、フードコートもカラフルで本当にすごいんですよ。ちょっとね、今手持ちなのはスタッフさんがちょっと今ね、どっか行っちゃったので、今一人で撮ってますで本当にすごくて、見てください、こんな感じですごいね、キラキラしてるし、なんか VR をもうふんだんに使われてるみたいな感じで、めっちゃすごいです、ここで。さっきね、貞子の VR もあって、そこでなんだろう、普通にやり取りみたいなね、ちょっとさっきしたんですけどほんまになんかお化け屋敷とかやると怖いけど、これやったら、怖いけどちょっとでも近づけるから、お化け屋敷入るのは怖いけど、貞子みたいな、そういうちょっとスリル味わいたいなみたいな方は、もうこのフードコートに来てもらえたら、貞子とツーショット撮れちゃったりするんでよかったらね、
来てみてください。はい、ってことでね、フードコートに来たんですけど、ここのなんと1位の商品がですね、フードコートでね、こちらです。ダダン、ホットドッグなんですけど、チリドッグって書いてました。チリドッグ、じゃあちょっと早速開けてみたいと思います。はい、じゃあオープンします。オープン、ダダン。あ、こういう感じなんや。なんかすごい、あのホットドッグって結構赤と黄色みたいなんで、あのこうピーってなってるイメージやけど、これはなんかすごい、あのウインナーの色と同化してますウインナーの色と同化してるけど、これはね、早速食べたいと思います。ちょっとね、お手拭きでね、ちゃんとね、拭いてね。はい、食べたいと思います。美味しそう。いきます。チリドッグって書いてたから、ちょっと辛いのかなって思ってたんですけど、全然そんなことなくて、あの辛い、ちょっと辛いんですけど、でもなんかちょっとピリ辛みたいな感じで、なんかチーズもあれ入ってるんですけど、多分分からへんけど、多分なんかちょっとそのマイルドな感じもあるし、なんかあのどっちかといえばなんかカレーみたいな感じです。これもうお腹空いてる時とかめっちゃぴったりやと思います。これ1位になるな、あのあれが分かる、理由が分かる、めっちゃ美味しい。いただきます。うん、うん、うん、いろいろあって、普通のホットドッグを売ってたり、あとはなんかチュロスとか、めっちゃいろいろ、ほんまにあのなんやろ、映画館みたいな感じのメニューがね、たくさんあったので、よかったらね、フードコートにもお腹空いたら行ってみてください。バイバイ。無事にやりました。いや、ほんまに運動神経めっちゃ悪いんですよ、私。それでは見ていきたいと思います。それでは3位は、ダイヤモンドエミのお姉さん。いつも動画をご覧いただき、ありがとうございます。高評価、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。